かまいたちの夜に、監獄島のわらべ歌、スーファミで大ヒットした、かまいたちの夜の8年ぶりの新作、前作の単なる続編でもなく、独立した作品としてでもなく、劇中劇とした特殊な位置づけとなっています。テレビゲーム、かまいたちの夜、の、原作者を訪ねた先で、主人公たちが、かまいたちの夜、さながらの、恐怖体験をすることになる、といった具合です。当然のことですが、スーファミからプレステ2に、ハードを移したことで、グラフィックが大幅に向上し、演出に幅が増しました。また、シナリオも全部で11本と、ボリュームも増加し、トゥルーエンドやバッドエンドなどの、エンディングの種類は、なんと100を超えます。グロテスク、バイオレンスの表現が、増加していることから、前作のような純粋なミステリーを、期待していると、少し思っていたのと違う、と感じてしまうかもしれませんが、シリーズ続編としてではなく、単品として見ればボリュームの観点からも、十分に楽しめる作品と言えます。トワイライトシンドローム、探索編。学校であった怖い話に似た、ややノスタルジックな雰囲気を持つ、アドベンチャーゲームです。本作は2作構造になっており、前編である探索編と、後編である救命編が存在します。共に5つずつシナリオが用意されており、本作はその探索編となります。女子高生3人組が主人公で、臆病で繊細な長谷川ゆかり、霊感少女の市島千里、そして元気娘の岸井美香を操作して心霊現象に立ち向かいます。しかし3人とも特別な力を持つわけでもない普通の女子高生ですから、恐怖にさらされすぎて失神してしまったり、悪くすると死んでしまうこともあります。また、選択次第ではやはり、死んでしまうこともあるという、現在なら確実に発売できない、未成年の無残な死が描写される、ゲームと言えるでしょう。妙にリアリティがあり怖いゲームなので、未プレイの人はチェックしてみてください。遊ぼう。そんなに怖がっちゃ。だってお姉ちゃんたちもっと怖いものを見るんだから。ゲゲゲの鬼太郎、水木しげる先生の代表作、日本を代表する同名の妖怪漫画を原作とするゲームは数ありますが、本作は主人公が鬼太郎ではない、極めて稀な作品です。アニメ版というよりは、むしろ原作となる墓場の鬼太郎に近い、不気味な世界観を、鬼太郎やその仲間ではなく、巻き込まれた一般市民として、味わうことができます。やや CG が粗雑なのが逆に、恐怖感を増大させ、仲間である鬼太郎をはじめとした、キャラクターですら、やや不気味に見えてしまいます。ホラーゲームとしては非常に、出来が良いのですが、これって鬼太郎でなくてもいいんじゃ？
と思わせてしまうのがたまに傷です。また、ストーリーが3話のみと、ボリュームが少なめなのも残念です。一方で声優はアニメ版と、同様のメンバーを取り揃えており、ファン作品としては、非常に価値があると言えます。これプレイした人はわかると思いますが、超怖いです。たくさん写真が壁にかけられてますね。この家の3番目に生まれた子は20歳になったらしきたりは破れないのよ。ゼロ、バイオハザードが洋風かつ動的な怖さ、サイレントヒルが洋風かつ性的な怖さだとするならば、本作は和風でその両方を兼ね備えた怖さと言えるホラーアクションゲーム。日本が舞台であり、過去一家惨殺の起こった、いわくつきの廃墟屋敷を探索する、という設定自体はよくあるものながら、登場する敵が、霊、というのが特徴的。壁をすり抜けてくるので、物理的な距離をとってやり過ごす、ということができませんし、倒す方法は銃や武器ではなく、遮影機というカメラで、撮影することとなっています。ということは、おぞましい表情をした霊を真正面から捉える必要があり、それがまた怖さを演出しています。ステージの雰囲気も見事に作り込まれており、ホラーゲームとしてはそれまでとは違ったジャンルの恐怖を築いた名作です。正直日本人はこういう恐怖演出の方が苦手な人が多いんじゃないでしょうか。怖がりな人はゲームを進められないレベルで怖いので、心してプレイしてみてください。ゼロシリーズは場の雰囲気が怖かったり、見えないのに何かいそうって、ドキドキさせられます。特に自分にとっての、初代ゼロはアクションスキルが、限りなく低かった頃だったのと、途中まで友達と回復薬やフィルムを、使いまくったデータをもったいないと、使い続けたせいで、常に弾薬と回復薬が不足する中、なんとかクリアしました。敵に何度もやられては、ロードを繰り返したせいか、音量が実に恐ろしい存在に思えましたね。学校であった怖い話 S。スーパーファミコンで発売された、学校であった怖い話の、プレイステーションでのリメイクとなった。本作は、前作同様に、実写取り込みのバックと、臨場感あふれる BGM と SE で、原作同様に、非常に恐怖を感じさせる作りとなっています。ボーマンモス高校を舞台に、学校の七不思議を特集することになった。新聞部員の主人公である坂上修一は、部長より取材担当に抜擢されます。取材当日、語り部として、集まった6人はいずれも、主人公が面識のないメンバーです。そして現れない7人目、
待てど暮らせどやってこない。7人目を待たずして、学校であった怖い話が始まる、というストーリーです。前作からボリュームアップしたシナリオと、前作ではスタッフが演じていた、実写の俳優が劇団員に変更となり、より豪華に、より恐ろしくなった本作、ぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。サイレンに、洋風ホラーとはまた異なった、陰湿な不気味さから、世界中で大人気となった前作サイレン。本作は舞台を島に変え、再度ジャパニーズホラーの、恐怖を堪能させてくれる作品となっています。かつて前島民の失踪事件があった、古い因習の残る島、読島、その因習の調査に訪れた、雑誌編集者や自衛官たちは、サイレンが鳴り響き、島民が死人、闇人にすり替わった島で、地獄のサバイバルを、繰り広げることになります。本作の新たなる敵である闇人、光を嫌い闇に隠れた母体と呼ばれる、存在から生まれる、闇霊が人間に取り憑いてなる彼らは、前作の死人以上に厄介な存在で、彼らの攻撃を避けながら、ミッションを、クリアしていくことになります。選択した主人公によって、エンディングが、それぞれ用意されているものの、基本的には前作同様、どうあがいても絶望となるそんな作品です。こっちだ。ファミコン探偵クラブ、パート2、後ろに立つ少女、ファミコン探偵クラブ、シリーズの、2作目となり、前作から3年後という設定、プレイ環境は前作と変わらず、ストーリーを進めていきながら、コマンドが現れたら、いろいろ選択しつつさらに進めていくという、アドベンチャーゲームになってます。選択画面ですでに一度選択しているものを、再度選択してもストーリーが進むという、ちょっと盲点を突かれるような、場面もあります。物語の舞台は学校という身近な設定が、親近感を呼び、比較的馴染みやすい感じです。主人公は私立探偵の助手として、いろいろ調査していくことになるのですが、殺人事件や怪談などの、ホラー要素がたくさんあり、最終局面では、トラウマになるぐらいの強烈な印象を与え、後世に語り継がれたりしてますね。ストーリーについては、二つの事件を解決していく中で、接点が見え隠れしたり、ラストに近づくにつれ、衝撃的な展開があったり、最後までプレイしてやっと、後ろの少女の意味に気づいたりと、やり込み要素は十分あると思います。推理や怖い系が好きな方に、おすすめしたいですね。